演歌3番893番ちょいき太郎です。本日のお話は勝新太郎さん、俳優の勝新太郎さんですね。座頭市で有名な勝新太郎さんなんですが、私がこの勝新太郎さんを知ったのはですね、パンツの中に勝手にが入っていた。ハワイからな、帰国する、ハワイから帰国するときに現行犯逮捕で、あの時の記者会見は犯罪者というふうには思えないような対応で、まあさすがとしか言いようがないんですが、もう今のね、なんかその謝罪会見とも全然違うんですよ。まあ若い方は勝新太郎と聞いてもきっとわからないかと思うんですが、奥さんがあの中村玉緒さんですね、さんまさんと一緒に、まあ最近ちょっとあまりあれですけど、テレビに出てて印象に残ってるかというふうに思うんですが、私がですね、やっぱりすごいなと思う俳優さんはやっぱりこの座頭市の勝新太郎さんですね。他のなんか座頭市の勝新太郎さんですね、他のを見た時にどうかなっていうのはあるんですけど、もうこれがハマり役で、今だったらこの内容的にダメですね。目が見えない、まあ時代劇なんでね、目が見えなくて、あんまさん、要するに、ま、今で言うマッサージをやりながら博打打ちの一匹狼のヤクザなんですよ。でもう圧倒的な強さで倒していくっていうことを、この演技と言ったらまあ本当に すごいなと思う。いまだにこの見てもですね、私の中で一番評価が高いんじゃないというような役者さんですね。1990年、ハワイの空港で植物のコーナーと植物を不法所持で現行犯逮捕され、しかもその時にそのものをね、下着に隠していたことが発表されちゃって、ハワイの移民局で開かれた記者会見で勝手にパンツに入っていた。なぜパンツに入っていたのかわからない。同じことが起きないように、もう一生パンツは履かない。言ったんですね。こういうことを記者会見でやったというすごい人なんですよ。その当時の記者会見で、その記者たちはどう、この視聴者と記者をどうやって楽しませるか驚かせるかということを常に考えてたというような方だったということですね。咽頭がん、喉のがんが公表された時もタバコをふかしながら記者会見に臨んで、記者の、医者からタバコはやめるように言われたのではという質問に対し、そうそうタバコはやめたって言いながらタバコをふかすんですよ。まあ、当時はね、タバコ吸いながらでも記者会見できる。私も見てました。すげえな、この人。今吸ってますよねって突っ込まれても、うん、タバコはね、やめろって医者から言われたから、うん、だからやめたよって言ってるんですよ。もうね、本当にそんな感じで。で、また、それで一服するわけですよ。お酒も禁止ですかと聞かれると、酒はね、ビールうまいんだ、うんうんって言って、ビールは飲んでるよって質問をはぐらかせたり、面白いというか、まあ、豪快というか、まあ、こんな風なので、やっぱり人気があるんですね。当時は今のようにですね、個人で発言、発信することなどはほとんどなかったんですよ。そういったことを、自分の思いを俳優さんが伝えるなんていうことはもう想像もつかなかった時代なんです。記者会見が唯一芸能人の人となりがこう垣間見える場面だったんですね。この勝新太郎さんは常に愉快で豪快な勝新太郎のイメージを崩さず、記者会見の場を利用して、バカ野郎松平、お前は俺だけを見てればいいんだっつって、これはあの松ケンサンバの松平健さんが新人の時ですね。突然この怒鳴りつけて、この松平って誰だとこう記者がびっくりして見るのをこう注目する。それが新人俳優の松ケンさんなわけですよ。そうすると記者の人たちみんな印象がつくじゃないですか。そうやって巧みに後輩っていうか、そういう人たちを売り出すっていうこともできる人だったんですよね。褒めてるよりもここで怒ってるとなんだってなるから、まあそういうことができる人なんですね。勝さんは1931年、昭和26年の生まれなんですね。父親は長唄三味線の奏者で、杵屋勝藤次さんという方で、勝新太郎さんも三味線の師範の資格を持っていました。アメリカの巡業で人気のあったジェームス・ディーンに会い、まあアメリカ行ってる時にこのジェームス・ディーンを見たんでしょうね。こんなヨレヨレのシャツを着たボサボサ頭がスターになれるのかと衝撃を受け、この日本で俳優を目指すことになったということなんですね。勝さんといえばこのね、先ほども言ったように座頭市がもうこれが当たり役とかハマり役で、今でも世界中で翻訳されて動画が出回っている。この勝さんのこの立ちさばき、人情味ある盲目のあんまのヤクザ、補正人
なんですね。演技はこれもね、やっぱり一級品と言われてまして、私も本当に初期の頃のが好きですね。まだ若い時の。まあ一回ね、本当この勝新太郎さんのその座頭市見たことない人はね、一度ちょっとでも見ていると私の言ってる意味がわかるんじゃないかなっていう気がしますね。で、その勝さんの演技に対して特筆するべきというのは、この日本の演劇とか、この映画の中でアドリブといった文化のない日本の芸能に、台本を無視してその場で即興で作品を作り上げていくというリアリティを求めていくといったやり方なんですね。それをやった初めての俳優さんだったっていうことですね。だからその演技指導っていうのは、料理屋さんの個室でね、後輩たちがいるところで一口食べた肉がペッと吐いて、お運びさんの料理見習いの人に、店員さんですよね、若い店員さんに、いつからこんなものを出すようになったんだ、親方呼んでこいとこうね怒鳴る。そうするとびっくりした見習いは大慌てで厨房へ戻る。その様子を自分の弟子に見せて、見たか、人がな本気でびっくりした時はな、ああいう表情するんだっつって、あはははみたいな感じで演技指導をしたという逸話も残っているという人なんですね。勝さんが有名なのは、役者としての顔だけではなく、まあ、借金大王というふうに、ね、言われてるぐらい、この作品に打ち込む情熱が強いため、この本物を求めてね、豪華なセット、役者への出演料、豪快な打ち上げと、連日飲み歩いて、最初は 4,5 人で飲み始めたのが、夜が明ける頃になると100人近くをね連れ回して飲み歩き、代金というかお金は全部勝さんの支払い、そんな風でね何億もの借金を抱えるっていう風になったんですね。まあ今ではねそんな芸能人ってねいない、まあ無理ですよね、時代がそれを許さないのね。で、貸しても遊ぶ金に使われることが分かってるのに貸す、返さないかもしれないのに貸す、そんなことを普通はできないんですけど、そういうことができる人だったみたいですね。表の発表できる借金とそうでないお金があったことは容易に想像がつきますし、後に亡くなられてからこの中村玉緒さんが借金をねこう返すのに大変だったと、まあなんかそこでまあさんまさんがねこのテレビのバラエティに出ることでってお手伝いしたんじゃないかなっていう話もありますよね。まあ勝新というブランドが強く、裏社会とのつながりなんてもう何も問題なかったようでしたね。ないわけがないんですけどね。まあだからハワイでね薬物っていうことになっても、直接勝さんがハワイのアメリカ系の人からそんなことするわけではないんで、向こうにいるまあ日本のその裏社会の人たちにつながってなかったらそういうことはできないわけですよね。まあどちらかというと、その勝新さんのお兄さんの若山富三郎さん、まあこの方がまたかっこいい、本当にすごい俳優さんなんですが、実はこのお兄さんの方が本物のヤクザに近かったようで、芸能界では若山組と呼ばれ、若い衆弟子なのかなを連れ歩き、暴力を振るったり、このしたい放題っていうふうに言われていますね。この若山富三郎さんに対し、さすがの勝新太郎さんは、でもお兄さんは絶対的な存在であり、一度も逆らうことはなかったということなんですね。この演技に関してもね、即興派の勝さんとは対照的に、若山富三郎さん、お兄さんは台本を熟読して失敗することなく本番に取り掛かる完璧主義者だったっていうふうに言われてますね。熟年になってからの活躍の場を広げた俳優さんでした。まあ寡黙な面もありつつ、だけども怒鳴ったり暴力的な面もあり、いざという時の腹のくぐり方は本物よりもヤクザらしい生き方だったというふうに、富三郎さんの方のがね勝新さんよりもヤクザっぽかったというふうに、芸能界の人たちがこの暴露本を出しているっていうことですね。あの松方弘樹さんや梅宮達夫さんでも、この若山富三郎さんには逆らえなかったというお話ですね。どうにもかくにもですね、当時の芸能界はヤクザとね切っても切れないという関係がありましたね。興行とかね、そういうことの面だとか、いろんな権利関係を持っていたのが土地土地のヤクザだったり、それが広域化になってくれば広域組織と縁を持った方のがやりやすいということなんで、今のようにねわざわざそういった関係を表立って問題にするような風潮はね、マスコミも社会もなかったんですね。なのでまあ豪快に飲む、打つ、買うということが可能だったということ。まあただ
この勝慎太郎さん誤解というふうなことなんですが、実はシャイな人だったということをこの奥さんの中村珠緒さんがおっしゃってるんですね。新婚初夜はチンチロリンっていうかサイコロの夜を明かして、プロポーズもマネージャーを通じてしてきたことなどを明かしていますね。まあ中村珠緒さんといえば、まあなんか皆さんなんか面白い方っていうふうに思ってるかもしれないですけど、当時若い時はもう本当に綺麗な方で、まあお父さんがもうものすごい方なんで、よくその娘さんをもらえたなっていうこともありますから、芸能の中でも本当に血統正しいという言い方はおかしいんですけど、そういう娘さんだったので、なかなかやっぱりカズさんもさすがに気を使ったんじゃないのかなということですが、まあ今思ってしてもその時代劇に関してはですね、私はこの方にね、かなう方はいないんじゃないかな。後にそのリスペクトして北野武監督が、まあ座頭市っていうことをやってますけど、もうこれは全く別物という、座頭市ということであるけども別物というふうに解釈して、それはそれでの味は出てますけど、一度白黒の画面で見ていただけるとですね、この凄さがわかるということですよね。はい。